続きまして、古賀幸人君。立憲民主・社民の古賀幸人でございます。ご報告、それぞれの班からありがとうございました。お時間の関係もありますので、早速質問に移らせていただきます。まず、一般の中西委員からのご報告の結びに書いてございました、参議院の故障についてでございます。私もかつてコロナ前、複数回、この ODA の視察で海外に行かせていただきました。 えー、バスの中で説明を受け、そしてランチー100%、まあ、ミーティングを行い、さまざまなご意見を伺いながら意見交換をしていくということを、まあ、懐かしく思い出しながら、皆様方のご報告を伺っておりました、その際、多くの方々にやはりお会いする際に、やはりこの現在の英語表記でいうカウンサラーズという表現、これにちょっと違和感を覚える表情をする方が結構いらっしゃって、名刺を交換するたびにですね、 例えばアッパーハウスと言い換えたりあるいはセネターズ。 言い換えたりしたこともあの結構ありましたそれで、えー、逆にあせっかくご報告の,の結びに書いてありますので一般の中西委員からお伺いしますがまあ、逆にその辺の諸課題そして、えー、私も実はその oda でかつてこの問題も提起させていただきました前にぜひ進めていきたいと思っております、えー、ご所見を伺えばと思っておりますまた各2班から4班の発表の皆様方におかれましてもそういったあの。 違和感を先方が覚えたりあるいはご自身が今思ってらっしゃる違和感のご経験がありましたらご披露いただけないでしょうか。 中西介君はい、まあ、故障については、これまで歴代取り組んでいただいたと承知をしておりますが、まあ、諸外国の例をご紹介しますと、まあ、上院についてですね、まあ、日本と同じようにハウス・オブ・カウンセラーズと英訳している国はモロッコのみでありまして、えー、カウンセルっていう英,語英訳を含む、えー、言葉を使用している国は、ドイツとオーストリアとスイスとロシアとインドのなどの16カ国だと。 で圧倒的に多いのがセネットでありまして53カ国ありますのは アメリカフランスイタリアカナダ含んだ53カ国があるということでまあ適切な表記に変えることは大変重要だと思っています確かいくつか前の委員会でも協議をしていただいた結果ですね、官邦の表記を変えるだけで大丈夫だということでありますが例えばここの国会周りで道路表示に表記されている文字から含めて全部回収しなきゃいけないのでそれなりの予算かかるというふうな課題も私は聞いたことがありますけれども一度課題を整理して参議院らしい故障に しっかり変えるということは重要なことかなというふうにも思っています。高橋晴美君。はい、第2版あのカンボジアラオスを訪問させていただきましたが、まあ、カンボジアはちょっと選挙の直後でありまして、要人との面会っていうのはあのなかなか難しいところもあったわけであります。まあ、ラオスの方はえー、3人の大臣さんとお会いをいたしましたが。 今、古賀先生がおっしゃられたような、その意味での不都合は、われわれは感じてずに、えー、対応していただいたかなと、このように思っております委員長青山茂遥君。河合幸志議員の問題提起はあ、極めて実は大事で、英語はもはや英語じゃなくて、国際共通語でありますが、あの特にまあ英語圏、今回、英語圏の2か国ですが、 カウンセラーズっていうと、完璧に、ほぼ完璧に誤解されます。まあ、よくて民間の、要するにシンクタンクなどのアドバイザーかとー、だからアッパーハウスとかセネットっていうふうに理解する人はほとんどいないですよね。で、不私は民間専門家時代が長くて議員になって、それでえ最初の名刺がカウンセラーズって書いてありましたから、これを、まあ、名刺は完成品じゃなくて自分で作るものですから、 私はセネラー・オブ・ジャンというふうに表記しています。で、そうしないとですね、その日本の参議院は何かということを説明するだけで、要人との面会時間がかなり過ぎてしまったり、向こうは関心事ですよね、こちらの立場が。でしたがって、中西先生が、中西議員がおっしゃったその費用の問題あるんですけれども、例えば対外的にはもう、早くこの参議院を a t e と表現して、私たちをセネラーと表現。 し,しないと、本当は誤解を生んで気づかないまま終わってる面もあると思います。おそらく参議院の前身が貴族院ですから、敗戦後に決めるときに、その貴族院のイメージを払拭したかったんでしょう、セネットっていうのはご存じのとおり、ローマの元老院のことですから、だからそういうイメージを払拭したくて選んだんじゃないかと思いますが、もうそろそろ戦争が終わって80年近いですから、考えるべきに来ていると思いいまますす貴重なご指摘だとと思いますありがとうごございます。 あ江島清4番でありますけれどもあの今回の視察に関してはです、ね、特段そういうあのことは感じることはありませんでしたただやはりあのしばらくあのこの相手方とです、ね、話,して話す時間が長いと話す時間が長いとその。 あのハウス・あのカウンセルっていうのは何なのかとかですねそういう形になってきましてあのやっぱり全然知られてない分かってない両任意あるうちの一つだということが分かられてないなということはあの時々あの感じることでありますあのただ私どももいろんな国が来てですね、えー、なんとか評議委員会の委員長とかあの言われても何だかよく分からないでどれぐらいのこう立場になるのか分からないということはありますしまあじっくり突っ込んで聞くとおお。 この例えば中国ですとあの市長よりもその町の委員長の方がこの地位が高いんでですねまあそういうもんなのかなと思うこともありますんで、えー、まああのこれを名称をなるべく世界共通分かりやすくするっていうのはやはりこれはあの参議院全体としての課題であろうということをつね感じております。はい小川幸久君、はい。あのそれぞれご指摘ご意見ありがとうございました。あの実際にあのやはり私もあの。 限られた時間の視察の中で、えー、その立場を、えー、説明をすることが複数回あったものですから、これは何とかしなければいけないなという意識を今でも持っておりますので、えー、ぜひ前に進めていきたいと、個人的には思っております。それと、お時間の関係はありますが、もう1点だけ、えー、先ほどからあのご報告の中には、えー、日本で働きたいという多くの外国人の方々とも交流をしてきたという伺いました。で 中西委員からまた伺いますが、えー、その中には例えば、これはもうすでにあの視察を終えられて8ヶ月以上経過をしておりますので、為替の変動とかもありますけれども、ご存知のように、なかなか今、日本での人材不足を解消するような、今、外国人の皆さんがいらっしゃっていない。 そして今為替の関係なのか、逆に1000万人以上、かつて海外旅行などビジネス行かれた方々が今、700万人にまで。 日本は下がっていいるという現状もあります日本で働きたいという意欲をしっかりと持っていただくためには、やはり実際の為替の動向などを聞いたら、もしかしたらいや、これはちょっと今、日本には行けないかも、他の国を選ばざるを得ないなと、これはいわゆるサラリー的な問題であるかもしれません。そういう意味では、あの日本で働きたいという思いと、その人材の育成、 この辺をどのようにバランスを考えていったらいいのか、もし現地で実際にそういうご経験がありましたら、ご披露いただけないでしょうか。 長石祐介君はいありがとうございます。まあさっきご紹介したスリランカなどはですね非常に日本で働きたいニーズがあると感じています。まあそれは長年日本が現地において、えー、青年の方々、青少年の方々に対して日本語教育であるとかあ就業就労の基礎技術であったりとかですねさまざまなことを無料のおおコミュニティを作ってですねまあそこで教え込んできたあその成果じゃないかなと思っています。まあ特に日本に対して行ってみたいという 思いの一つは、日本の文化性であるとか、安全性であるとか、あるいは日本なら正しいことを学んでいけると、まあ、そうしたことが現地では伝えられたわけでありますが、まあ、スリランカではまだ3職種しか認められていない、まあ、こういうことをいかに適切に拡大をしていくかということは、お金の面よりも大事な環境整備があるのかなというふうに痛感をします。はい はい、小川仁君。三番、四番の、あの委員の方で、何かありましたら、お願いします。いますはい、高橋晴美君。はい。二班、あのカンボジアラオフスでございますが。まあ、あの冒頭の中でも申しました通り。日本の現地に対する支援というのは。 本当にきめ細やかに信頼感を持って、人間関係、人材育成など、しっかりと対応するというやり方をやっているわけでありますので、まあ、そういった日本にあのしっかりとこう働きたいという思いを持っておられる現地の方々はいっぱいおられると、このように感じる次第であります。の、まあの問題などなかななどかか経済的な環境の部分は これはなかなか人材だけの問題ではなく、もっと複雑な国際的な環境の中で決まるものとは思いますが、そこがうまくいけば、日本に来ることがこれだけ意義があるし、本人にとっても有意義なことになるであろうということを、今、やはり我々はあは海外の方々にもっともっとしっかりとお話し、 え情報伝達をしていくということが重要かなと、このように思う次第です青山茂い君えまず、古賀行と議員のことをさっき、古賀幸志議員と呼んでしまいました、訂正します、申し訳ございません。で、あの今のご質問もとても大事な質問であります。で、さっきの,あの報告で、長、え、ア、ー、の特に若い人で、日本で働きたい人が大変多いんだということを紹介しました。 でその後実は私は交流をしております、えー。要人とも交流しておりますし、えー、来られた方もいらっしゃいますで。もちろんネットを使って話し合いができますで。そこで現実に即して、私たち国会議員ですから現実に即して申し上げると、今、日本では特定技能2号の拡充が行われています。で期間は3年に短縮されたけれども、実は更新が無期限ですから、 で家族の態度もできますから、これ、国際社会では、南アフリカの現地も含め、ザンビアも含め、すでにイミグレーションと呼んでるんですよね、移民と呼んでます。日本でどう説明しようが、国際社会、あるいは来る人にとってはイミグレーションです。ということは、全人生を預からないといけないです。でも、行われたばかりの日米首脳会談のもう一つの意味は、日本が人手不足なので、おそらく日本がロボット技術で一番進むであろうということをアメリカは考えていて、 それで日本の技術が欲しいという、まあ、日米首脳会談にもなったと私は専門家の端くれとして考えております。そうすると例えば20代の若い世代で来られた長やザンビアの人たちが中年世代になったときに実はロボット化が世界で一番日本で進んで労働力の需要が今と全然違うことが十分に考えられます。そのときにその方々の人生を一体どうするのかということを私たちは突き詰めて考えないといけないです。もう一点 日本は英語社会ではありませんで。英語が国際共通語になったのはアメリカが強いからじゃなくて、実は一番簡単だからです。敬語も極めて少ないですよね。しかし、日本語を外国人として学ぶというのはアフリカの若い人だけじゃなくて、もう世界の日本で働きたい人というのは悩みの種であって、今回、特定技能2号で鉄道分野が加えられます。鉄道分野でもしもしレールの切り替えに失敗すると 日本ではかつて経験しなかった事故にもつながるわけで、その責任まで外国人の方々に背負わせるかということになれば、さっき言いました日本語教育の充実っていうのは、本当は生優しい課題ではない、ですから、あくまでもその国の方々の立場に立って、私たちは考えるべきだと考えておりまますすありがとうござい藤島清志君えあの。ブララジルパラグアがこれどちらもあの日系人 移民がたくさんいる国でありまして、えー、あのパラグアイには1万人の日系人それからブラジルには200万人の日系人社会がありますですからもうベースとしてはもちろんあの日本にあの行きたいという層はあの相当いますあのただまあ今あのご案内のようにちょっとその円安等の関係でそのポテンシャルは少し下がってきてるというのも事実でありますあ,のあともう一つやはりあの大きな発見だったのはですねあの日本語学校にあのパラグアイなんかの場合ではあの日系人が来るというよりもその現地の人があの日本語を学びに 行きたいという層がありました。まあ、こういう人たちは潜在的にはやはり日本に将来行ってみたいなという思いを持ってるんだと思いますが、あのきっかけとなっているのは全て漫画だそうであります。漫画を通じて日本語で漫画を読みたいあるいは日本語の漫画を映像で見たいというそれがきっかけになってこの日本語学校に通っているということはあのまあ今後の大きないろんなあのことのこうヒントになるのではないかなということを強く感じました。以上です。小川幸人君。はい ありがとうございました、あの私も漫画議連の中のの一員でももございままますすししその重要性も認識しております、ま、たあの中西議員のおっしゃったようなあの問題提起もしっかりとそこを受け止めていきたいと思いますし、また、あの高橋委員からのご指摘もあの非常に重要な点があるかと思いますし、また、青山委員からもおっしゃっていただいた特定技能2号の問題、それからあと、かつて視察先でですね、 逆に日本の職人技、日本人がかつて持っていた伝統工芸的な職人技も含めたさまざまな技術を、実は外国の方が引き継いでいらっしゃって、ODA で、そしてその逆に今、日本ではその技術を持っている方がいらっしゃらない。 その技術を今度、逆に日本に逆輸入するような形で学ばないといけないというような現実もあるということを皆さんと共有して、この質問を結びたいと思います。ありがとうございい。ました。はい